なになに？これあの女の子だよね、多分ね。ふーん、ガショーン。あ、墜落したこと言ってんの？お前は飛行機から落ちた、やべえやつみたいな。目がやべえ。この子が最初の実験のなんかだったのかな？なんかすごいコーティングされて、どうした？どうした？どうした？何？ベロ出してどうした？おお、やべえ、怖い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 。なんか、このゲーム、何これ？いや、なんか出てきたんですけど。いやー、どういうことやー。どういうことやー。うわー、これ敵になるんかい。いや、敵だろうけど、味方では絶対なかっただろうけど。おおおおおお、やばいやばい。やばいやばい、やばいの出てきた。おおおお、爆弾、こっち来い、バカ。あいつ、避けた？嘘でしょ、わかんの、そういうの。これ、ボスか。うわ、すげえ動くやん。意外と刀痛がるやん。大丈夫、血が出るんだ、殺せる。うわっ、おお、意外と素早ーい。一体幼女の体のどこにこんなのがあったねん。おらおら、よし、でも意外とよろけるからなんとかなりそうだな。ヒットアンダーウェイで確実に。おお、よろけん時が。いてえ、ガード効かん。ガッデムだぜ。うおー、おお、近い近い近い。いてえ！こいつガードが効かねえ。やめろ、バカ。くっそ、ムカつくな、こいつ。どこまで強いか知らんが。スッと避けてる。うお。どのみちガードが効かんのだったら銃でもいいよな、みたいなな。こっち来るぞ。うお。移動とこ長い。いてえ！くっそ、なんつあ、なんか、痛い痛い痛い、はめられてる、はめられてる。逆に、おっ、当たっとんのかわからんからな、これ。銃やっぱダメだわ。やばい。これ避けられねえ。ローリング欲しい、ローリングとか、ローリング回避欲しい。うわ、ビターンってなった。こなろ、もえ、あ てへ、よし。ウェイウェイウェイ、ブンブン来る、ブンブン来る。あんま近づけちゃダメな気がするな。おおおおおお、なんだよ、その跳躍力よ。これ銃のやめた方がいいかな。当たってる気がしねえ。なんでこれレティクル作ってくんないの、このゲームは。ケチ、いじめ。ちょっと待てよ。やはり刀が最強か。ベイビー出すんじゃねえ、バカ。うっそでしょ、いっぱいベイビー出してきやがった。ムカつくなぁ。ウェイ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 、マジか、てめえはよ。クソ、他に何か武器はないか。よし、ブンブン、ガードできるやつも。よし、次はなんか幼女を狙うのが弱点な気がするな。よし、そこでここでやってくる。よし、あっ、ういひねえな。足投げし、子供を産むし、ベイビーの産みの嫁。このおら、負けねえぞ。ここで負けたらマイさんがダメになってしまう。うっでぇ、メタルギアみたいな動きしやがって。まだいける、まだいける。まだだ、まだ終わらんよ。来るぞ。よし。おいおい。よし。おい。ベイビー来んじゃねえかと思って、ちょっと怖い。ベイビーまで怖いだ。よいしょ。あ、ちょっと何なってこらした。何なってこらした。何くんになりすぎ、なりすぎね、なりすぎ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 、これ避けらんねえ。これ避けらんねえ。
ってやがり返されてなかった。ベストビンがなかった感覚。よしよし、すげえな。全然死ぬ気しねえ。全然見えてきたか、ちょっと見えてきたか。またここまで持ってくるのめんどくせえから死にたくねえんだけど。クソ野郎、一体お前は何なんだ。始まりのミュータントなのかな。おし倒した、バラバラにしてやった。うわあ、あ、幼女を抱っこできるぞ。まさかの幼女拉致。ドゥドゥン、こんな子持ちたくねえんだけど、正直。多分これをティミのところに持って帰るのが正解なんだろうけど、ちょっと向こう側を見たかった僕がさ、いる。ビービーはちょっと無視。うわー、これなんだろう、何の服着、服なのかな、なんか、薄いなんかまとってるよね、この子ね。これ一応ポイできる？ポイ。よいしょ。ちょっとポイ。はぁ。って言ってもなんかあれだね、いろいろ職種系が出てきてワーオとか思ったけど、意外と別に幼女自体のあれは変化ない、変化はないんだね。あくまで幼女の中からなんか出てきたっていうんで、結局なんもなかったわ。でよし、さあとはビービーから逃げつつ、ちょっと飯食おう。ふう、こんな状況下でもスナックが食える男、強靭な精神をお持ちです。あー、なんとかでも倒せてよかった。キモかった。早いし、ガード効かねえし。いや、あの、おみ足アタックがやばかったわ。わお、もうこれすげえな。あ、でも枝が取れた感じだな。なんかこれがコアみたいなやつかな。キモ。でも、これどうすんだろう。これで何？つなぐの？あそこに。それは大丈夫なの？舞さんがミュータント化しない？死ぬよりマシ的な、父の愛暴走しちゃいました的な、大丈夫それ。逆にそれ悪い方向に行かない？ラスボス舞さんにならない？よし、とりあえずドカーン、ドカーン。よし、舞さん今なんとかしてやるからな。この幼女を多分突っ込めばいいんだろう。そういうことだろう。あ、ほら、うい、わあ、それだけでいいの？刺さなくていいの？ペタ。リーブサンプル？ん？どういうこと？ちょっと待って。ん？あ、サハラのハードキー。この子なんかかわいそうだな。背中によくね、手術痕みたいなのついてるし。リブサンプルリクワイヤード。どういうこと？とりあえず、この幼女じゃダメなのか？で、ここだよな、多分な。セカンドアーティファクツ。あれ？さっきのカードキーは？ああ、ここでもう使えるのか。おい。ニューサハラカード。幼女が持ってたやつ。これで、なんだ、セカンドアーティファクト。2個目。1個目と2個目は何が違うんだろう。一緒のもんなのかな。そもそもアーティファクトは何なんだろう。ここでなんか発掘されたもんなのか、サハラの人たちが開発しちゃったもんなのか。うわ、なんかこの奥っぽい。一応見てみるけど、うん、よし、また洞窟探検隊始まる予感。よし、じゃあちょっと松明で、あー、いやー、ちょっと待って、これ巻いてないじゃないですか、布。よし、ちょっと切ってみよう。この奥にセカンドアーティファクトが。よいしょよいしょ。うん、なんかこういう洞窟の方がやっぱ森感があるわ。あ、ここで使われていくクライミングアークス、もうそのままポーンといけそうな気もするけど、一応乗っ取っていきましょうか。ほい。よし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 。ん？で？もう降りていけんのかな？
別にこれぐらいの高さだったら主人公余裕な気がするけどな。なんで急にちょっとこの高さ無理ですわみたいな、ちょっとこう人間ぶるのか。よし、開いて。意外と高かった。よいしょ。おー、あ、水に入るってことはこれだな。ほい、これで多分あのやったあのオレンジのコーティングが剥がれるか。わあ、なんかいっぱい光のやつがある。道しるべか。で、またさらに奥に行くなこれ。帰りこれめんどくさくね。大丈夫？よし。でこれのセカンドアーティファクトは何がどうなんだろうね。でもなんかミュータントの力によってマイさんを復活させようとしてんのかな、主人公は。ミュータントというかアーティファクトの力というか、でもアーティファクトの力はそのまあバイオハザードのゾンビよろしくみたいな、 T ウイルス G ウイルスよろしくみたいなノリでなんかやべえことになりそう感がすげえんだけど。はい。おおし、おなんだ、あ、あれあれかな、あそこかな。すこぶる見えねえけど、小暗くて全く見えへんけど、全然見えんな。相変わらず謎の死に方をしている人たち。なんでこの形で死んでんだろうね。やっぱピカッとかなって死んでんのかな。富竹フラッシュみたいな。すごい下いっぱいあるな。この周りでみんな死んでったのか。アーティファクト様ーみたいな。道がいくつもあるパティーン。もう素直にアーティファクトのとこ行くか。おお、なんか転がってきた。なんでボンベ転がってきたよ。これは脱出の時な気がするな。だから多分素直に最初ここはアーティファクトの場所行って、で、って感じかな。あれ？てか色落ちしてね、主人公。あのペンキめちゃくちゃ頑丈やな。頑丈というかなんていうか。行く意味ある。ぶっちゃけなんか よくわからんかった。ちょっとこの奥住んでみよう。てかなぜやねん、なんで足元水あるだけなのにここの火消えちゃうのよ。とりあえずこの場をなんとか抜けて。全然見えん、暗すぎて。あれ、よし。どういうこと、こっち側のどこにどうなっとん、なんで火消えるねん、早えよ。よし、あそこかな。あ、この間っぽいな。よし、よし、よし。で、すごー、お戻ってきちゃったぞ。ん？ん？わあ、首がある。これでもやばい気がする。なんか頭でけえな、これ。あいやー、悪趣味だわ。うおー、体当たり、ドーン！へっ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 へ。わあ、うわー、何ここ。死体だらけやん。これ危ないやつや。この死体たち危ないんだよ。男の死体はやべえんだよ。TNK が見える可能性があるからね。よし、ソーダ缶取って、ちょっと待って、ここはやべえ、ここはやべえ。ちょっとウェポン持たねえとやべえ。うわ、なになにこれ、頭絶対これでかいっしょ。ちょっとこれ食い切れないわ。で、死体の山を登りつつ、この死体の山って何、どうやって気づかれたのかな。原住民にやられたのか何なのかっていう。どういうこと、これもこびりついてんだよね、ビシャーっつって。ちょっとしたアートになってんだけど。 HDMI 新しい。飯ねえかな、こんな状況下でもご飯のことを考えちゃう主人公。ほー、ドリルが頭に刺さってるんですけど。それはあかんでしょう。そんなことないわ。
はいはいはい。さらにまた洞窟、洞窟だったり近代的なとこだったりも忙しいな。うわー壊れた。お、なんかある。おい、よいしょ、よいしょ。どれも拾えない。フレアもうちょっと使うか。よっこいしょ。よし。この辺は壊せんだよな。何これ、エレベーターか。あ、普通にやった。あ、やっぱエレベーターだ。で、ソハラズ、サハラズカードキー。ピピッ。はっはっは、どこへ行こうというのだね。っていうか、めっちゃ長えな、エンディング。これ何、上に登ってんのか。埃の動き的に。すげえな。このゲームでついにエレベーターに乗る時が来るとはな。はあ、もっとなんか原始的なサバイバルなゲームかと思えば、なかなかどうしてこう、近代的なものか。お？あ、雪山のところだ。寒、これ落ちる？これガラスある？怖いから行くのやめよう。はえー、あ、パラパラだったら雪だったのか。でも雪なんか貫通してきてない？これ何？でも、え？窓ガラスみたいなのあるんじゃねえの？寒すぎでしょ？あ、すごいすごい。なんかもう天井さも当たり前に雪が突き抜けてくるんだけど、吹けかな。こんなところにあるのかな。あ、何この、何この蜂の巣みたいな、このペンタゴン式。ペンタゴンは違う、ペンタゴンは五角形だっけ。ヘキタゴンか。あ、なんだこれ。え、何これ、でっけえ。何これ、なんかスターウォーズとかに出てきそうなんだけど、何じゃこれ。これが2個目のアーティファクトか。お、何これ、ティコンティ寄る。ん、あ、なんかレーダー的なやつがある。すげえ、何これ、画面に映ってんの。あ、なんだあれ、飛行機のマークみたいなのが見えるぞ。は、まさか、アクティベートって書いてる。まさか墜落は故意だったのか。アクティベートして大丈夫それ。ん、何何何、主人公がキュルキュル見てるけど。アクティベートん。おおおおおおお、なんか上にあったやつがなんかめっちゃ動いてる、回ってる、ビューン。うわ、ファ、え、なに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 、ほらほら飛行機がさ、うわ飛行機、うわ墜落しちゃった。おい、まさかなんかちょっとオチが読めてきたんだけど、これ主人公原住民化してない？大丈夫？だからあの時最初にいた赤い彗星の原住民はもしかして、あ、1年経っちゃった。え？お、マイさん。お、なんかテレビに出演しとるやん。生き残った人的なあれで。おお、斧持ってる、斧持ってる。イエーイ。あ、どうもどうも。送りご飯って。大丈夫？なんか変に痙攣してるマイさんが怖いんだけど。ああ、なるほど。あの奇跡のね、飛行機事故から奇跡的に生還した的な。で、はい、私斧で頑張ったんですよ。彼はね、なんかね、もういろいろバラバラにしてね、食事をしてね、生き残ったんですよ。ほら、あのね、丸太とかをね、こうすごい感じでカスタマイズしてね、すごいんだよ彼は。あの2本丸太持ってもね、全然走れるしね、あの崖の上だって登れちゃうしね、もう超スーパーマスキュラーマンなんだよ。はっ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 は。な、マイさん。じゃあ今から実演しちゃおうかな。この丸太2本ね、
担いじゃうよ。あ、まあ何、先にあの木を掘るところから見せようか。あ、何、どっちが先に掘れるか勝負的な。言っとくけど俺めっちゃプロだよ。そう、カツンカツン、もう木こりのプロのことわしやからね。あ、どうした、あ、舞さん、まさか、やばい、舞さん、あれはあの女の子と同じ症状。あー、え、クリエイティブモードアンロック。おう、ザ・フォレスト終わった。ああ、終わったー。ボボ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 。おー、ま、そうね、もしかしてなんだけど、最初に出てきた、だから最初にね、ティミーを拉致った原住民いたじゃん、赤い原住民。あれは前遭難した人で、で、あの幼女も、あの幼女は多分その人の娘かなんかで、で、それを助けるために、なんか多分その、生贄にせなきゃいけないんじゃないかな、その子供かなんか、わかんないけど。で、そのために、まあそのためにっていうか、まあ狙ったんかわからんけど、その飛行機事故で、あ、子供いるぜ、これでうちの幼女を助けるぜってやったみたいな。でやってはよくて、復活はしたんだけど、やっぱおかしくなってて、で、結局クレヨンか、なんか色鉛筆か、あれをめった出しにされて、そのお父さん自体を殺されてしまったんだけど、で、さっき飛行機を落とした後、この主人、このね、フォレストのこの主人公は、そのティミーことマイさんをね、蘇らせるために生贄またしちゃったんじゃないかって。そっから、なんとか、彼の場合は、ティミーとうまく島脱出したまではよかったんだけど、まあ当然、あの幼女と同じことが起こっちゃったよねっていうエンディングなのかな。うおー、マジか。え、救われねえエンディングだな。なんかホラーゲーム感がすごいわ。マジか。これってこのエンディングしかないのかな。今はこのエンディングしかないのかもしれないけど。そうか、ついにバージョン 0.52 にして、こういうエンディングが作られてしまいましたか。いやー、なんかこうフォレスト終わっちゃった感があるけど、でもね、一応私は、まあ、すごくのんびりやっていくにしても、とりあえずバージョン 1.0 までは 1.00 まではどうなっていくかを様子を見守っていきたい感はあるかな。そうね、まあ、今後のアップデートでどうなっていくかだな。もしかしたらエンディング増えるかもしんないし、ティミー大丈夫エンディングとかあるかもしんないし、その辺を気にしつつやっていきたいわ。あ、でもやっぱストーリーがちゃんとあるとやっぱ面白いな。うん、ちょっとストーリーはええわ、いい感じだわ。ちょっと今後にまたいろいろと追加のアップデートに期待かな。ちょっとクリエイティブモードで、あのワンチャンいろいろこう遊べるかもしんねえから、ちょっとクリエイティブモードもちょろっとやってみようかな。まあとりあえず一旦このストーリー編はこれで終わりとね、いうわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。まだフォレストね、終わるわけじゃない、私のフォレストは終わるわけじゃないんでね、よければ見てってください。それじゃあまた見てくださいね。バイバーイ、またねー。だいぶこれ、ウホーなイケメンじゃない？グッドルッキングガイじゃない？これすごく。これがショーン。カワウィーウィー。モムシみたい。おお、まるでタコ。ねえ、なあ、朝食だった。ちょっと待って、字幕がおかしい、字幕が。電気も持ちそうだし。皮肉を言うテレビが楽しそうだね。楽しそうだって怖いよ。楽しそうだ。楽しそうだ。待て待て待て、舞さんが、あ、嘘、うわー、来たー、ちょよし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 、来たわー。おー、何やこいつら、潜ってやがる。
おい、うらー、やっ、なんか上半身伸びてる。おお、いいぞ。いない、いないぞ。おおおお、ガショガショガショ、かっけあ、ちょ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 、うわあ、うわあ、死んだ、眩しい。